こんにちは、福井の給食系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて、いつも本当に励みになります。じゃあということで、昭和62年式のね GX71M2 のね GT ということでね、走りのグレードです。そしてね、なんと当時物のパーツが満載でね、もうフルオプションと言ってもいいぐらいの車両なんでね、ここはオーナーさんに聞かなくちゃわからないっていうことで、詳しく聞きながら見ていきましょう。はい、すいません、オーナーさんお願いします。ということで、はい、ね、もうね、この辺の見た目から各部ギラッとしてるんですけれども、はい、非常にね興味深く見せていただきましょう。ということで、まずはフロントマスクから。はい、いかがでしょうか。まあ、いわゆるね、マーク2でいうと後期となるね、このね、ちょっと押し出しの強くなったグリルが特徴なんですけれども、オーナーさん、これね、リップメッキじゃないですか。はい、これは社外もんですよね。そうです、当時の社外品になります。社外品ということで、そして当時なのにこのね、コーナーランプ、そうです、ね、ポジションランプがつくという、かなり希少だと思います。かなり、これも初めて見ました。はい、はまだあれやけど、あー、コーナーランプあらへん。これが昭和に出たの。そうですね、ね、素晴らしいというふうに思います。そしてね、オーナーさんのお好みで、ね、ウインカーはクリアタイプに変更されています。はい、でこちらのコーナーポールはクラウンのコンフォートから、ね、持ってきたという、ね、はい、加工流用ということです。こういう感じになってます。いや、非常に、ね、作り込みがしっかりした、ね、マーク2ですよ。さあ、そしてね、こちらホイールなんですけれども、ね、BBS、はい、でこれは何インチ、何 J なんですか。6.5 の15インチをリバレルして、はい、あ、リバレルしてあるんですね。はい、前が多分 7J 相当ということでね、はい、タイヤサイズは 205/60R15 ということでね、このね、青い BBS のキャップ、はい、初めて見ました。はい、なかなかね、渋い感じでかっこいいんですけれども、ね、皆さんと被らないように。なるほど、はい、ね、誰とも被らないぞということで、はい、そしてね、このフェンダートリム、これはどこ製ですか。こちらはゲインズの、ゲインズのね、はい、もう当時一世を風靡した、ね、メッキのやつですよ。そしてね、これオーナーさんのお好みらしいんですけど、ここね、本来は黒なんですよね、 GT なんで、はい、これをゴールドに変えてあるということで、こういう感じでゴールドに塗りつつ、ね、ツインターボのステッカーはちゃんと貼ってあるぞということです。はい、そしてね、オーナーさん、このね、モールから下、はい、ちょっとボコボコボコっとなってるんですけど、これはどういった加工がされてるんでしょうか。こちらもゲインズのヨーロピアンモールっていう、はい、ヨーロピアンモール、はい、なるほど。だからもう当時ハイソカーブームだった時にこぞって俺は他とは違うぞっていうのをアピールしたかった若者がつけたと、涙ものの当時ものグッズです、ね、こういう感じでね、このね、なかなかこのサイドステップがね、なかなかこう珍しい形ですよね。こちらもゲインズのゲインズ、なるほど、ということでね、この2つ使いということでね、でもゲインズ同士なんでね、いやらしくないですよね。そうですね、パターンが合ってるというふうになってます。そしてね、はい、ドアミラーがこういう感じでついて、やっぱね、僕71のドアミラーの形すごく好きですね。かっこいいというふうに思います。そしてこちらには、はい、24バルブツインターボーとありますね。だから走りの GT だぞというところです。ただね、この C ピラーの部分、こちらはオーナーさんのお好みでグランデのものに変えてあるということでね。そうですね、グランデリミテッドのゴールドっぽいやつですね。で本来はここ黒で GT とあるんですけれども、ここゴールドでグランデと変えたことをね、はい、合うようにっていうことで、ここのモールも合わせてあるということです。なるほど、これは塗装ですか。塗装になりますね。塗装で合わせてあるということで、こういう感じね、ちょっとゲインズのね、はい、モールも映しておきましょう。いや、非常にかっこいいです。さあ、そしてね、ということは当然このフェンダートリムもゲインズということで、このね、若
干タイヤが被るぐらいの落ち具合が非常にかっこいいですね、はい、車庫調で落としてある、はい、なるほど。でね、はい、お気づきになられましたでしょうか、前青だったけど後ろ黒だぞっていうことなんですけれども、これ実はあれですよね、今日このイベントに参加する際に来る途中でね、はい、落っことしちゃったっていうことで急遽ね、せっかくだから僕の合うんじゃないですかっていうことでこれヒデチャンネルの BBS のセンターキャップです、お借りします、ね、なんでね、はい、バシッと閉まってるというふうに思いますね、青と黒をねこう比べれるということですね。そしてタイヤサイズは 205/60R15 ということで、これは4本通しのサイズなんですか。そうです、純正がこのサイズになりますので、はい、ホイールは何 J なんでしょうか。こちらも 6.5 ですけど、はい、リバレルして 8J になってる、はい、若干ねリムがねこっちの方が深いのかなと思うんですけれども、ね、はい、こういう感じになってます。最近はねリバレルっていうものがあるんでね、もうホイールがねこの真ん中のお皿だけあれば、ね、なんとかなるぞっていうのはね非常に嬉しいところですね、はい、さあそしてね、はい、こちらねリアの泥除けにもしっかりトヨタマークが刻まれていますよね。この泥除けを見るといかに程度がいいのかが分かるというふうに思います。でね、まだリア周り来ませんよということで、オーナーさん、これ超希少部品じゃないですかこれ。そうですね、これは何ていう部品でしたっけ、バックバイザー。バックバイザーということでね、これね今もヤフオクとかでねうん十万ですからね、これだけでね、これでも当時販売価格自体はそんな高くなかったですよね。おそらくディーラーオプションでも 4,5 万もだって、はい、それがねもう今はねもう希少価値がつきすぎて、でここのねマーク2の文字が薄かったんでね、デカールで対応しているということで、ね、これはね本当に皆さん欲しいパーツなんじゃないのかなというふうに思います。さあそしていよいよリア周り行きましょうということで、いかがでしょうか、こういう感じになってます。 GT ツインターボ、そしてね向こうにはトヨタマーク2とありますけれども、小野さんこちら羽がついてますけれども、はい、これは車外物をつけていると。そうです、トランクスポイラーね、いや非常にねこのね4本足のすごいスポーティーなねスポイラーがついてま す、はい、ます。でそしてねオーナーさん、これマフラーなんですけれども、はい、ね、これはなんていうマフラーなんでしょうか。こちらはアンサーマフラーと、アンサーのマフラーというあれですよね、フェラーリとか。そうですね、フェラーリの純正のメーカーさんのね、これはね、はい、もう音には定評がありますからね、後でね軽く聞かせていただきましょうということで、はい、そしてねまだありますよね、ここねフロントだけじゃなくてリアにもねこうやってメッキの、ね、モールを追加してあるということで、これも当時本のパーツということで、そうですね、社外品になります。社外品ということでね、だからねこれはあれですよ、当時のねハイソカーブームの時にね、もうこれは女の、これを乗ってたら女の子とりあえず引っ掛けられたぞっていうね、すごいね当時仕様になっているんですね。そしてこちらには、はい、このね黒金バージョンを初めて見ましたね、シャッチェスさんのステッカーが貼ってあるということはね、シャッチェスさんで手掛けている車両ですよということです。それではオーナーさん、室内の方を見せていただいてよろしいでしょうか。はい、ということでね、こちらがね 71M2 の内装となっておりますけれども、これはいわゆる赤内装っていう、ね、赤内装になりますね。あのね赤内装って日焼けするんですよね、若干なんか白っぽくなっちゃうんですよね。そうですよね、はい、でもねこの車両に関してはね赤いですね。そしてここもギラッとしてますけれども、はい、これはなんか社外物なんですか。そうです、こちらもゲインズの、ゲインズ、はい、ここにねロゴがありますね、はい、だからもうふんだんに使っているということで、はい、そしてねまだメーター周りに行けないということで、こちらのキッキングプレート、こちらもメッキなんですけれども、はい、ね、こちらもゲインズ製ということ で、だからもうフルゲインズって言っても過言ではないぐらいの ね、はい、これはもうゲインズの、ね、方はね喜ぶと思いますはい、それではやっとですよ、メーター周り行きましょうということでね、はい、いかがでしょうか、こういう感じになってますね。デジタコがねありますよ
という感じになってますよ。そしてね、ムーンアイズのね、はい、ダッシュカバーですかね、つけていて、これはね、あれなんですよね、あのムーンアイズさんって本来結構こうワゴン系とかが強いんですけれども、ね、マーク2版とかワゴンで、ね、だからマーバンとかね、そういうのがある都合でこれがね使えちゃうということで、はい、ほぼほぼ形は合う感じです。そうですね、一緒です ね、 ね、はい、ということで、そしてコンソール周りはこういう感じに、はい、そしてね、こちらね、ダッシュボードの蓋なんですけど、これも社外もん、当時ものの社外もんらしいですね。もともとはね、ここにテレビが埋め込まれてたんですけれど、今これはなんかナビかなんかね、ドラレコかなんかに変わってますけど、もともとはここテレビがついているらしいですよ。こんなのもね、かなり希少なパーツだというふうに思います。っていうか、こんな部品があったのを初めて知りました。勉強になります。ここにはね、アルパインのね、結構当時っぽいデッキも入っていたりして、そして五速ミッションということで、はい、これは乗せ替えかなんかですか。これは純正五速、純正五速ということでね、なるほど、ね、さすが GT 走りの純正五速となってますよ。そしてね、見てください、この天井、天井もね、非常に綺麗な状態です。でね、僕一番びっくりしたのがこのね、レースカバーですよ。これ、はい、GT にもこのカバーあったんですね。はい、ね、GT はあの普通のグランデとかと比べると若干ね、このバケットタイプのシートに、スポーツシートに、ね、なってるんですけれども、はい、これにねピタッと合う純正のレースが当時オプションで出ていたという。そうなんです。これリアもちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、こうやってリアを見るとね、これリアは一緒なんですかね。一緒です、あのグランデとかと、はい、ね、だからこれがね、はい、各座席分あると。後ろもね、視聴映像ですからお届けしておきましょう。こういう感じになってるんですよ。でね、オーナーさん、はい、後ろ開けてもらってよかったなと思ったのは、ここもゲインズになっていると。あ、そうです。ならもう4つ、4つ全部4箇所、4箇所ゲインズということで、なるほど、もうハイソカーの極みと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ということでオーナーさん、気になるエンジンルーム見せていただいてよろしいでしょうか。はい、ということでこちらのエンジンルームいかがでしょうかね。まあ、孫うことなきね、ツインターボということでね、これあれですか、はい、何馬力ぐらいある。こちらはここに出しておきますか。そうです。テロップで、はい、ね、ということで、まあ、でも当時としてはかなりのハイパワーだったということ で、 そうですね、はい、で 1G、ね、GTE ということでね、ニョキッとヤマハの文字も見えますよということ で、はい、で先ほどおっしゃってた、はい、マニュアルミッションのプレートっていうのはここに、こちらになりますね。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。ここに W58 ってあります。はい、はい、これがマニュアルミッション、マニュアルの型式です。型式ということでね、はい、はい、パワーフィルターなんかもついていて、走りを意識した、ね、仕様となってますよ。はい、はい、ということでね、オーナーさん、軽くエンジンかけていただいてよろしいでしょうか。いかがでしょうか。僕からするとね、昔ね、家の車がマーク2だったっていうこともあるんですけど、非常にね、この安心感を覚える懐かしい音ですよね。このね、ファンの回る音がいいですよね。はい、そしてね、先ほどお伺いしたアンサーのマフラーも見てみましょう。軽くお願いします。ありがとうございます。さすがね、フェラーリが純正で採用するっていうだけあって、あのね、非常に落ち着いてるんですけれども、レーシーでスポーティーないい音っていう感じでしたね。いやー、非常にね、
貴重な車両、そして、ね、貴重なパーツふんだんに使った車を見せていただいて、ヒデチャンネル感激ですということで、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次に紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。バイバイ。小野さん、ありがとうございました。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。